社会に蔓延する病気を解決するです。なぜこの社会問題を取り組もうと思ったのか。私は薬剤師です。で、大学院で薬の研究をして、その作った薬、そして学校で学んだ薬学が実際現実でどうなってるか、現場でどうなってるかということで、私は大手の調剤薬局に勤めてですね、大学病院の前の門前薬局長を10年以上やっていました。で、1日400人患者さんが来る調剤薬局だったんですけども、ここで一つ疑問があったんです。なんで病気を治すために病院に行ってるのに薬が減らないんだろう、病院通いがなくならないんだろうっていう疑問を感じたんです。で、2012年に、私にあるきっかけがありました。私の元婚約者のお父さんがですね、日本で珍しいがんになってしまったんです。10人いないがんです。腎臓と膀胱をつなぐ尿管というところにがんができてしまって、日本で抗がん剤がなかったんです。で、私は日本中探し回ってですね、アメリカの治験薬の抗がん剤を投与したんです。そしたらそのお父さんが、体重90キロあった人がですね、30キロまで落ちて骨と皮の状態になっちゃったんです。で、私が死を早めてしまったんです。私が選択した抗がん剤でその人の命を短くしてしまったことに、もうとてももう悲観してしまってですね、私はそれで会社を辞めました。なぜ今まで学んだ薬が全くそのお父さんの役に立たなかったのか、そして本当の健康になるための医療は何なのかってことで、私はエクスプローラーになりました。もう世界中を飛び回りました。そこで数々の事実が浮き上がってきます。安心安全だと思われた薬が実は病気を助長している、複数の病気をこう作るってことが分かったんですね。あと有機栽培でオーガニックのもので安心無農薬って食べてるものが実は種が遺伝子組み換えの種だったり、そして皆さんが日常的に使っているシャンプーだったり歯磨き粉だったり洗濯の洗剤、ドライクリーニング、これも実は発がん性があって10年後15年後に乳がんになったりとかね、そういう事実が分かったんです。私の母は高血圧の薬を飲んでたんですが、もう今全然飲んでません。で、私のおじいちゃんは来月で100歳になります。もう全然病気しません。で、私の友人はシステムエンジニアなんですけど、うつ病の薬を6個飲んでました。それを私の施術を受けることによって一切薬がなくなりました。そして元気に通っています。じゃあ今日本の医療がどうなっているのか、さっきの問いかけですけど、なぜ病院に通っているのに病気が完治しないのでしょうかって、みんな疑問に思わないですか。先生に申し訳ないからって通ってたりとかね。でも薬漬けにすることじゃなくて健康になることが一番大事なのに、なんで皆さん通い続けるんですか。もしそれがやり方が悪いんだったら、他の先生に見てもらうとか違う治療を考えてもいいんじゃないでしょうか。2つのことをこのメダカの学校でやりたいです。人々が幸せに生きるために病気の解決と教育をしていきたいと思っています。人は病気の恐怖があると何もできなくなっちゃいます。で、家族にも迷惑をかけます。その病気の恐怖をただ僕は取り除きたいだけなんです。そこで皆さんと一緒に、このワールドアカデミーのメダカの学校の皆さんと一緒にですね、世界中のボッセと社会に蔓延する病気の解決と教育と研究をですね、皆さんとこのメダカの学校で何かこうできないかなと思って今日発表させていただきました。